ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は11月26日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。まずはじめフットボール T シャツからご紹介いたします。こっちのタグは欠損してしまっているんですが、その方についてますね。チャンピオンボディです。でサイズ表記は42ですね。古い方です。で青ボディで、マスタードとレッドの切り返しになっております。でナンバリングが50番ですね。で袖にも50番のプリントが入って袖リブ付きですね。形面白いと思います。で後ろも50番ですね。カラフルな色味ですが、これ着てるとおしゃれかなと思います。サイズ表記42ですが結構大きめです。僕ダボっと着用できるかなと思います。で 100% コットンのフットボールティーですね。お値段が 12,800 円と消費税です。続いてもチャンピオンの T シャツ、こちらは80年代のサイズラージ 100% コットンです。白とネイビーの切り返しですね。で染み込みでプリントが3段入ります。このアーチのバランスだったりプリントかなりいいと思います。で染み込みですね。で後ろこちらブリーチ飛びありますが白ボディですのでそこまで目立たないかなと思います。コンディション比較的綺麗ですね。袖のところにもこちらブリーチが2箇所ポツポツと飛んでおります。でこちらサイズ、自分が気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感かなと思います。お値段の方が9800円と消費税です。続いてヴィンテージのシャツですね。こちらサイズ表記が15になっております。でこちら襟芯も入らないタイプで、ボタンも古いボタンですね。40s 頃のこちら US ネイビーのシャツかなと思います。でボディの状態はかなり綺麗ですね。まだボディ自体も張りがあってっていうようなコンディションです。当然裾はマチ付きですね。サイズ15で自分チーム全然出てなさそうです。自分気持ちゆったりくらいで着用できるかなと思います。フォーティーズです。お値段の方が 15,800 円と消費税です。続きまして同じくヴィンテージのシャツですね。タグこちらについてサイズがミディアムです。で解禁のタイプですね。で襟芯も入っていて60年代頃ですかね。ボタンも、シェルボタン、四つ穴のシェルボタン使われています。で片方ポケットがつくタイプで総柄になっていて、ちょっとおしゃれな柄ですね。理科の授業のような柄が入っております。で色味落ち着いているカラーリングで60年代らしくていいですね。ボックスで解禁の形、サイズ表記ミディアムで僕は一番いいサイズで着用できるかなと思います。お値段の方が同じく 15,800 円と消費税です。続いて大人気のスウェットです。80年代のサイズ表記が XL ですね。こちらボディが、50-50 のボディになっております。でネイビーボディでイエールのスウェットです。もうカレッジだったら一番人気だと思います。でこの辺なんですけど、やっぱりチャンピオンボディで、こだわってお探しになられている方かなり多いと思います。こっちはチャンピオンボディですね。80年代の XL、 条件は完璧だと思います。このネイビーとホワイトの切り返し、イエルの定番のカラーリングで一番いいですね。エクセルダボッと着用できると思います。お値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちら70年代頃のスウェットかなと思います。ランナーズのタグがつきますね。 50-50 のボディです。サイズ表記はミディアムですね。こちら色味かなり退色してますね。元の色、何色ですかね、ブラックですかね。こちらかなり退色していて雰囲気抜群かなと思います。で袖口だったり結構こういう、これもまたいい雰囲気ですね。でラバーでプリントが3段入りますね。はい、プリントのバランスもいいと思います。サイズミディアムで、自分がこちらも気持ちゆったりくらいですね。着丈ちゃんとあるので僕全然着用できるかなと思います。お値段が9800円と消費税です。続いてもチャンピオンのスウェットなんですけれども、80年代の 50% コットンで47アクリルと3%レイヨンですね。グレーの霜降りボディで染み込みプリントですね。ウエストポイント入ります。ミリタリーですね。チャンピオンのミリタリーです。でバックはプリント無地になっております。こちらも比較的コンディションは綺麗そうですね。
袖口のところ、若干のほつれありますが、フードの入り口だったりポケットの付け根部分とかも、ひどいダメージは一切ありません。サイズ表記ラージで、自分が、こちらの気持ちゆったりくらいですかね、ウエストポイントの染み込みインパクト強いと思います。お値段が安いですね、7800円と消費税です。続いて今度はヴィンテージのスウェットをご紹介いたします。タグは欠損してしまっております。白ボディで、こちらバインダーネックで 100% コットンですね。5、60年代ぐらいのスウェットかなと思います。身幅もたっぷりありますね。白の完全な無地です。一番使えるんじゃないですかね。ちょっとところどころダメージがあったり、よれていたり、こういううっすらシミ汚れがあったりしますが、まあ、比較的この白ボディのヴィンテージスウェットの中ではコンディションは綺麗って、ざっくり言っちゃっていいかなと思います。じゃあサイズ合わせてみて、実寸でラージくらいですかね、ラージの縮みくらいはあるかなと思います。僕はゆったり着用できるサイズ感です。お値段が9800円と消費税です。続いてリバースイブご紹介いたします。こちらサイズ表記がラージのアメリカ製です。フロントワンポイントで C マークがつきますね。これ結構色珍しいんじゃないかなと思います。山吹色っていうんですかね、マスタードでもないですし、茶色っていうほど茶色でもないですね。プリントも入らず、コンディションはかなり綺麗だと思います。サイズラージで僕はゆったり着用できるいいサイズ感ですね。こちらリバースウィーブ、レアカラーおすすめです。15,800円と消費税です。続いてプリントものですね。じゃあ90年代サイズがラージになっております。グレーボディで染み込みでプリントが2段入ります。いいですね。でバックにはプリントは無地になっております。しっかり2段で入って、このグリーンのプリントもかなりいいですね。僕はゆったり着用できるサイズ感です。多少ですね、リブのところポツポツとダメージありますが、ざっくりコンディションはいいと思います。リブも全然伸びてないです。お値段が19,800円と消費税です。続いても染み込み系ですね。90年代のこちら 2XL です。いいですね、でかいサイズです。こちらも、ちょっとリブ周りだったり袖口ダメージポツポツきてる個体ではあるんですが、これもいいダメージかなと思います。プリンストン大学の染み込み、定番のカラーリングで、これバックも入るパターンですね。でバックプリントも染み込みです。フロントのみのものだったり、バックのみのものだったり、ラバープリントも多いと思いますが、こちら両面の染み込みで入るパターンです。サイズ 2XL で、結構僕ゆったり着用できますが、多少縮み出てると思うので、いわゆるっていうようなデカすぎる 2XL ではないと思います。お値段が 25,800円と消費税です。続きまして、これいいリバースですね。70年代単色タグ、サイズがミディアムですね。こちらグレーボディでウィスコンシンのこのステンシルが入りますね。4段で入って、このプリントの、位置ですね、もうかなりいいと思います。若干左下に入るような、ステンシルですね。でバックは無地になっていて、これかなり雰囲気系ですね。もう結構ダメージ正直きてます。かっこいいダメージきてますね。で肩周りとかも生地が薄くなっているところもありますし、袖口もですね、ちょっとこのステッチのほつれだったり袖口の、パンク部分はあるんですけれども、これかなりいい雰囲気です。このステンシルと相性かなりいいですね。単色タグのミディアム、僕はもう本当に気持ちゆったりくらいか、ジャスト目で比較的着用できるかなと思います。プリントも、ウーマンと書いてあるので、まあ、女性が着用してもいいですし、この辺ジャストサイズで男性の方着ててもかなりかっこいいと思います。お値段がですね、39,800円と消費税です。続いてパーカーご紹介いたします。こちら80年代のサイズ XL です。ケアタグつくんですが、ハトメが大きいタイプ、でかいハトメで、フードが小ぶりな、この70年代特有のこのディティールですね。もうバックプリントからいっちゃいます。もうアーチ入って、このでっかいバックプリント、かなりインパクトあります。もう最高ですね。でフロントにワンポイントではあるんですけれども、この字体だったりひび割れの雰囲気めちゃめちゃいいと思います。でパーカーです。でエンジボディです。もういいとこ詰まってますね。80年代の肌触りで、サイズ表記が XL です。僕ダボッと着用できますが、もうほとんどの方着用できるサイズだと思います。大きめに着用してもいいですし、身長高い方にももちろんおすすめです。お値段が19,800円と消費税です。
続いてこちらデッドストックの個体ですね。こちら同じく、トリコで 2XL ですね。もうケアタグもうこちらもう見てわかる通り水全く通ってないです。で赤ボディでこちらデッドなんですけどもうすでにこの経年劣化してますね。このもうプリントの焼けだったりひび割れは始まっております。ただまあ新品ではないのでデッドストックでもこういう経年劣化見られるっていうのは嬉しいポイントですよね。ひび割れに対してのこのボディの張りっていうかコンディションの良好さ最高だと思います。裏地ふかふかですね。ずっと触ってたい気持ちになります。でサイズ 2XL でこれもチーミーも全く出てないのでさすがに僕だと大きいんですけれども背の高い方こちら洗って乾燥機かけていただければ一般的な 2XL サイズで着用できるかなと思います。お値段の方がこちら 25,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのエプロンをご紹介するんですけれどもこちら、ブランドめちゃめちゃいいですね。ヘラクレスです。50年代頃ですかね。でヒッコリーのエプロンになっております。かなりいいですね。僕もちょっと欲しいです。で、サイド耳になっているディティールで、ポケットも 1,2,3,3つポケットがつくんですけれどもこちら料理するときとか、かなり便利な、ポケットの配置かなと思います。でしっかり紐もオリジナルで残ってて僕が合わせてみてこれくらいのサイズ感です。腰までしかないエプロンとかも、結構あると思うんですけどもこのちゃんと大きいエプロンおすすめです。ヘラクレスのヴィンテージエプロンですね。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちら LL ビーンのトートバッグなんですけれども、古くはないんですけどかなり珍しいのかなと思います。ナイロンのものですね。ジッパー LL ビーンで内側なんですけれども、こういう風に、ポケットとかもついてて、中もコンディションはかなり綺麗ですね。もうこういうところとかすぐステッチ抜けで剥がれちゃいそうなものなんですけれども、しっかりついております。で下とかもコンディションはかなり綺麗ですね。この色味もブルーとネイビーの切り返しもかなり可愛いと思います。自分が持ってこれくらいのサイズ感ですね。お値段の方が7,800円と消費税です。続いて、ナイロンのベストをご紹介いたします。これもヴィンテージです。70年代頃ですかね。タグこちらについて、サイズ表記がラージサイズです。でジッパーがこちらタロンジップ棒タロンですね。アルミの棒タロンです。でこのナイロンの、ステッチの抜けとかも、ほとんど見当たらないですね。かなり綺麗だと思います。ポケットもしっかりついていて、ちょっとここの、ステッチがですね抜けちゃっている部分はあるので、まあ、ステッチ入れ直していただいてもいいんですけどもポケットとしては全然、まだ機能しておりますので、このままでもいいのかなとは思います。この前身頃で後ろが長いタイプ、着用してもかなりシルエット綺麗だと思います。いいサイズ感ですね。値段が7,800円と消費税です。続いてフィルソンのベストですね。じゃあ紙のタグも残ってるかなりグッドコンディションです。サイズが40ですね。じゃあ5、60年代ぐらいですかね。黒とグレーのウール地になっていてこちらボタンの欠損とかもないです。ボタンが割れちゃってるものとかも見かけるんですけれども、ウールのコンディションボディのコンディションかなり綺麗です。サイズ40で自分がゆったり着用できます。グレーと黒配色はかなりいいですね。いいチェックです。お値段が9,800円と消費税です。続いて、パタゴニアのフリースをご紹介いたします。サイズ表記がミディアムアメリカ製です。嬉しいですね。チャコールグレーで、このパイピングとかの切り返しもチャコールグレーになっております。フリースの状態も、綺麗ですね。肘裏とかも全然フリースは硬くなっていたりはしないですしこのジッパーの部分多少のヨレがある程度で、全然まだまだ着用できるコンディションかなと思います。サイズミディアムで自分がダボッといったり、着用できるサイズ感になっております。こちらお値段が9,800円と消費税です。続きましてラルフローレンのスイングトップですね。じゃあサイズ表記がラージ、この色味がモスグリーンの色味で、フロントにポニーがつきます。でこれもフリースの状態かなりいいですね。よく見かける、スイングトップではあるんですけどこの素材がフリースってなるともう全然、もう感じる雰囲気が変わりますね。印象変わると思います。色味も落ち着いてますがこの冬着たいような色ですね。モスグリーンいい色だと思います。お値段の方が9,800円と消費税です。続きまして、こちらもう一着ラルフローレンですね。年代そこまで古くはないんですけれども、いいジャケットだと思います。
サイズ表記ラージですね。ネイビーのボディで、このポケットディティールとしてもかなり優れているものかなと思います。機能性がかなり高いですね。やっぱりラルフローレンらしいこの裏地のチェックもいいと思います。フード付きで、こちら裏面もコンディションはかなり綺麗ですね。で、サイズ表記がラージサイズで、僕かなりダボっと着用できるかなと思います。こちら冬場1枚で着て、このポケットの量とこの後ろにもこのジッパー付きの収納とかもあって、これ着用してたら正直カバンも、いらないんじゃないかなってくらい便利そうなジャケットです。お値段が9800円と消費税です。続きまして、リーバイスのジャケットですね。こちらサイズ表記がラージサイズになっております。でかなりいいエンジのカラーリングで、エポレットがつく形で、ポケットがフロントに2つあって、上の方にジッパー付きのポケットあります。でタブも白タブまだ残ってますね。コンディションはざっくり綺麗な方かなと思います。サイズラージで自分が全然ゆったりダボッと着用できるいいサイズです。お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてファティーグジャケットですね。こちらリップストップのフォースタイプです。サイズ表記いいですね。スモールショートです。ショートだけ人気なところかなと思います。多少の焼け感使用感はありますが、気になるような汚れやダメージ等もなく、まだまだ着用できそうなコンディションですね。じゃあワッペもしっかり残ってます。スモールショートで自分が気持ちゆったりいいサイズ感で着用できると思います。フォースではありますが、こういういいサイズなかなか出てこないので探してる方おすすめです。9800円と消費税です。続きまして A2 デッキジャケットですね。こちらサイズがミディアムサイズになっております。こちら初期のタイプとかでもないですし、このバックにエッセンシルが入るタイプではないんですけれども、このもうバキバキのコンディションですね。もうノンウォッシュかなと思います。もう裏地もふわふわですね。ウールふわふわです。こちらサイズミディアムで、自分がゆったり着用できると思います。この辺も、着用できる方多いサイズかなと思います。 A2 のバキバキです。お値段が15,800円と消費税です。続きましてカバーオール紹介いたします。こちら年代古くないですけど、ビッグベンのものですね。ビッグベンバイラングラーと表記あります。でサイズ表記は40ですね。でこのデニム地に襟元が交流の切り返しになってます。もうデッドストックなので、この交流の張りが、すごいですね。コンディションはかなりいいと思います。で肩とかは、内縫いになってて、ディティールとしては全然古いものではないんですけれども、このしっかりフラッシャーも残っていたり、このデッドストックのコンディションですね。でバックに入る、このプリントもかなり雰囲気はいいかなと思います。新しい年代ならではというんですかね、かっこいいと思います。でサイズ表記40なので、こちらチームまだ出てないので、僕結構肩落として着用できると思います。じゃあ80年代頃の個体ですね。お値段の方が15,800円と消費税です。続きましてリーの 101J ですね。こちらサイズが40の、いいですね、ロングです。やっぱりリーの G ジャン、着丈短いというのを気にされる方かなり多いと思います。ロング丈需要めちゃめちゃ多いですね。でサイズも40です。で色全体的に落ちているんですが、結構色の落ち方はいいかなと思います。で、着用に響くようなダメージはそこまでないですね。こういうところポツンとダメージがあったり、袖口多少の擦れとかはありますが、全然着用はこれからしていけると思います。こういう色の、濃くないジージャンっていうのを着てみるとかっこいいですね。40ロングで、自分が、ちょっと袖とかは長いんですけれども、いい感じで着用できるかなと思います。お値段の方が19,800円と消費税です。続いて 101J もう一着紹介いたします。こちら42のロングですね。ロング丈です。でこちらレジスターのみですね。先ほどのものより、一段階古いタイプだと思います。でこれに関してはかなりいい感じで、綺麗な縦打ちが全体的に入っている個体かなと思います。色の濃さはそこまで変わらないので、ワンサイズ上というような感じですね。で42のロング、これだとちょっと自分には、長くなっちゃうのかなとは思うんですけれども、カフス閉じれば全然着用できるかなと思います。お値段変わらず19,800円と消費税です。続いて、リーバイスのジャケットなんですが、こちら素材がシャンブレーですね。かなり珍しいと思います。三角タグがつく70年代頃ですね。でオレンジタブもしっかりスモールEですが残っております。
でこちらも全体的にかなりコンディションはいいですね。ダメージだったり汚れは全然ないと思います。肩の部分がこういう感じ多少焼けてはいるんですけれども、もう本当にあまり気にならないかなと思います。サイズ、こちら40くらいですかね。自分が肩落として着用できそうなサイズ感です。珍しい素材です。お値段が 15,800 円と消費税です。続いて70505を紹介させていただきます。こちらケアタグ付きでうっすらサイズ表記40と読めます。で赤タブはスモール E ですね。501でいう66前期頃のものですね。ケアタグ付いているので間違いなくインディゴです。こちら、ところどころ結構擦れのようなダメージが見受けられるんですが、着用に響くほどではないですし、いいアクセントになってむしろかっこいいかなと思います。袖口とかも全然着用はまだまだできそうですね。襟元もノーリペアです。こちらサイズが38ですね。自分が肩落として着用できるサイズ感になっております。お値段が、お安いですね。 15,800 円と消費税です。続いてビッグEですね。こちらパッチ、ちょっと欠損してしまっておりますが、こちらビッグEの個体ですね。で結構荒々しい縦落ちが入っていて、メリハリのあるいい色してると思います。袖の方もいい感じに色落ちしてますね。袖口こういう感じで多少のダメージがあったり、こちらは襟元が、叩いてリペアされてあります。ですが、まあ、ここから裂けていっちゃう心配もそこまでないと思いますので大丈夫だと思います。逆側もですね。で後ろ面も、全体的に色が落ちてるんですけれども、いい色落ちの仕方ですね。いい色だと思います。こちらサイズ、同じく実寸で38くらいですかね。自分が先ほどものと同じくらいのサイズ感で着用できると思います。お値段の方が 29,800 円と消費税です。続いてもビッグEですね。こちらサイズ表記はちょっと見当たらないんですけれども、ビッグEの個体になっております。先ほどものより、色が濃いですね。襟元だったりもダメージがないです。で袖口も、ダメージは全然ないですね。多少の擦れがある程度で色は濃い方かなと思います。7割程度は残ってそうですね。こちらサイズ実寸で、ちょっと小さめで36ぐらいかなと思います。僕が本当にジャストサイズくらいの、G ジャンかなと思います。お値段の方が 39,800 円と消費税です。続きまして、こちら 507XX ですね。リーバイスのセカンドになっております。こちらパッチは欠損してしまっております。で色も全体的に、落ちててっていうようなコンディションにはなっているんですけれども、こちらパッチの方がですね、こちらステッチが切り替えされているので、こちらレザーのパッチが、ついていたものなんじゃないかなと思います。ウエストもステッチ結構抜けてますが、シングルのステッチで縫われてますね。でこれかなり極上の雰囲気かなと思います。色落ちてはいるんですけれども、全体的なこういったリペアの跡だったり、襟元もいいリペア入ってますね。で袖口の方も、こういった感じでこの叩き、丁寧な叩きでかなりかっこいいリペアされているかなと思います。こういったリペア、かなり雰囲気出るので僕結構好きなんですけれども、全体的に入っていて嬉しい一着ですね。でこちら実寸なんですけれども、38ですね。パッチ表記あったとしたら40かなと思います。ギリギリ、サイドにハギがつかないサイズですね。自分肩落として着用できるかなと思います。こちらリーバイスの 507XX、お値段の方が 98,000円と消費税です。続きましてボアジャケットなんですけれども、こちらサイズ表記が、40レギュラーですね。でコーディロイの生地になっていて、このクリーム色のような色味、かなりいい色ですね。ネイビーとかも人気なんですけれども、この色、かなりおしゃれだと思います。でボア自体も、まだまだコンディションも綺麗だと思いますね。でこちら、40レギュラーなので、かなりいいサイズですね。僕はゆったり着用できるサイズ感になっております。ボアジャケットジャストサイズでもかっこいいんですけど、こういう、色味だとちょっとゆったりめに着用してもいいと思います。お値段の方がですね、こちら 12,800 円と消費税です。続きましてパンツ類紹介させていただきます。まずはじめヴィンテージのスウェットパンツですね。もうかなり、いい色のスウェットです。こちら
タグが単色タグのアンダーバー付きで、こちら TM 表記ですね、単色タグの初期の個体になります。なのでこのグレーの色味が、叩きタグのような色ですね。でラバープリントではあるんですが、3段でひび割れのプリントが入っております。今ちょっと、スウェットパンツかなり、流行っていて、お探しの方も多いと思うんですけれども、古着好きの方、やっぱこの辺もヴィンテージのいい個体にこだわりたいのかなと思います。サイズラージ、ちょっと自分裾長めではあるんですけれども、リブ全然、こちらまだ閉まっているので、長めに履いて、裾の部分溜めて履いてあげてもいいと思います。こちらちょっとこういう多少のシミ汚れとかも、かぶせてあげれば、隠れると思います。こちらの方でお値段がですね、9800円と消費税です。続きまして、505のブラックですね。こちらフロントジッパーになっております。リーバイスのジップですね。でこちら3832表記になっております。で赤タブはレジスターマークのみですね。こちらアメリカ製ですかね。しっかりメイドイン USA 表記、内タグインジを見とれます。で後染めのスーパーブラックなんですけれども、多少のフェード感はありますが、もうまだまだスーパーブラックって言い切っちゃっていいと思います。色かなり黒いですね。裏面も同様です。色味はかなり濃いです。こちら実寸がウエスト38インチのレングスが32インチですね。505のブラック、こういう上とかをこういうダービーとかで合わせてあげればコウスケさんっぽくなるかと思いますし、上 G ジャンとかでもかなりかっこいいと思います。僕も大好きな505ですね。コンディション綺麗だと思います。お値段の方が 12,800円と消費税です。続きまして501のアメリカ製ですね。501でこちら3434表記です。こちらパッチにアメリカ製のインジン埋めますね。で、また赤タブレジスターのみですね。レジスターマークのみの個体、やっぱり珍しくて、値段変わるわけではないんですけど、テンション上がるポイントかなと思います。でマッコンとは言えないんですけれども、色味まだまだ濃いですね。でレングスも、当然オリジナルのレングスいい値出てます。こちら実寸が、2インチずつ縮んでますね。結構縮んでる個体です。32インチですね、両方とも。僕だとちょっと大きめではあるんですけれども、背の高い方、細身で背高い方ハマるかなと思います。お値段の方が 12,800円と消費税です。続きまして、同じく501ですね。501のこちらちょっとパッチが欠損してしまっているんですね。綺麗にパッチが取れてしまっております。ですがフロントボタンフライなので501間違いないですね。リーバイスのタブはしっかりついております。でこちらなんですけれども、こちらしっかりメイドイン USA の表記読み取れます。で501の3432表記ですね。かなりいいサイズ感でした。で、まだ毛羽立ちも残る、いいコンディションですね。もうダメージや汚れ一切ないです。でこちら実寸ウエスト34インチのレングスが33インチですね。これも大きめではあるんですけれども、ロールアップして履いていただいてもいいですし、こちら、裾を上げしてしまってもこの濃さですので違和感全然残らないと思います。お値段がですね 12,800円と消費税です。で続きまして501のアメリカ製です。同じく501ですね。でパッチ3630表記でアメリカ製のインジもしっかり見えます。で赤タブも残ってますね。でこれもかなり極上の色味ですね。レギュラーの、デニム、アメリカ製の90年代頃のデニムで、ここまで激しいヒゲが出る個体ってもう全然ないと思うんですよ。で濃淡もしっかり出てて、もはやこの膝の、オイル地味ですかね、もうこれすらもうこのもうヒゲと、相性が良くて、もうパッと見ヴィンテージかなって疑ってしまうくらい色かなりいいです。で裏面もですね、蜂の巣の部分もうっすら出ておりますし、このレングスの当たりだったりほつれ方 もうパーフェクトな個体かなと思います。じゃあ実寸もかなりいいサイズです。ウエストが34インチのレングスが28インチですね。ちょっと背の高い方とかくるぶし丈で履いてもいいですし、こいつちょっと腰履きして28インチを、落として履いてあげてもいいと思います。お値段の方がこちら 12,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのデニムですね。リーバイスの501なんですけど、こちらビッグイですね。ビッグイの個体です。パッチ、残ってはいるんですけども、ちょっと今にも取れそうな
感じです。もちろんポケット裏は当然シングルステッチですね。でこちらいいのが、ウエストがシングルで縫われていて、フロント V 止めですね。ちょっとトップボタンの印字はちょっと読み取れなくなっております。じゃあ60年代後半のデニムですね。で色味かなり深くてうっすらヒゲも出てて濃淡もつき始めているっていう、成長途中の、501ではあるんですけれども、ちょっともったいないのが裾部分カットオフされております。なのでこの、いいサイズ感ではあるんですけれども、いい色ではありますが、かなりお値段、お買い求めやすいのかなと思います。こちら実寸がこのカットオフされているところまでで、ウエスト30インチのレングスも30インチですね。この辺、オリジナルのレングスでこのサイズこの色って出てきちゃうとかなりお値段張っちゃうと思うので、これこの機会にもうヴィンテージのデニム、自分でカットオフってもなかなかできないと思うので、こういう感じで下バンズとか合わせてあげてもいいと思います。お値段の方が、4万9800円と消費税です。続きまして、スペシャルですね。リーバイスのこちら、フロントフライが3つですね。こちら501じゃなくて 503BXX かなと思います。この実寸もそうですね。でパッチは欠損してしまっているんですけれども、続いて年代ですね、見ていきたいんですけど、ベルトループまずオフセットですね。なので赤タブは両面タブのインチになっております。でこちらスレーキューラのリベットはカッパーですね。で足長 R、ちょっと確認したんですけど一つも採用されていないので、こちら両面、レザーの、年代で間違いないのかなと思います。パッチがついていたらレザーパッチで 503BXX で表記があった答えかなと思います。50年代後半のデニムですね。で続いて色味なんですけれども、かなり深い色味ですね。めちゃめちゃいい色です。でうっすらヒゲが出始めていて、この濃淡のつき始めなんですけれども、この裾部分だったり、この腰回り色味まだまだ濃いですね。もうこの辺、もう洗いもそこまで入っていない個体なんじゃないかなと思います。でレングスもオリジナルレングスですね。でも当然耳もつきます。耳つきです。こちらの個体実寸がウエスト28インチのレングスが29インチですね。パチ表記あったとしたらウエスト29インチのレングス31インチとかだったんじゃないかなと思います。ニッパチニックですね。入る方、僕とかもそれくらいのサイズ感で、普段、デニム履くんですけれども、こういうサイズハマる方かなりいいと思います。お値段の方がこちら25万8000円と消費税です。もう季節もどんどん寒くなってきたので、フェイクアルファの方からちょっとコートを、紹介いたします。こちら US ネイビーの P コートなんですけれども、13スターボタンが採用されていて、こちら小ぶりの襟でフラップが丸フラップ、大体もう1910年代くらいの、個体かなと思います。で、フェイクアルファの方に教えていただいたんですけれども、この年代だとこのウールの圧縮率が、こちら低いので、こういう感じ肌触りが他の年代のピーコートと比べてちょっとふわふわしているような、肌触りで、この焼け感だってボディの色味が変わりますね。焼けている個体ではあるんですけど、この襟裏見ていただいても、他のそれ以降の年代のピーコートと比べてもちょっと薄めのネイビーというんですかね、もうちょっと暗いネイビー想像すると思うんですけど、また色味が違いますね。色でこの年代が分かるっていうのも面白いポイントかなと思います。こちら実寸で38ぐらいですね。自分だとちょっと肩張るんですけれども、もう少し自分より体格いい方や背の高い方、かなりいいサイズ感で着用できるんじゃないですかね。こちら1910年代ですね。お値段の方が、19万8000円と消費税です。今週末ですね、ベルベル人の遊歩道店で、入荷日の方を開催いたしますので、皆さんのご来店ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。